え、5つ星コインと1つ星コイン一緒じゃね？5つ星コインの方が大吉が出やすいとかそういうことかな。ほら、何一つ変わらんねえけど。お品書き変えろや。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、まだね、この世界にトレジャー写真の場所があるらしいけん、ちょっとそこに行ってみようかなと。とりあえずこれは池だね。この辰巳川端、ちょっと北に行きたいな。ここから行くしかないか。とりあえず北に行こう。どっち方面だ。こっちか。辰巳川端北の、あの学校どの辺やった？あれか、小学校。よし、向かおう。でもってあっこにウォッチロックあったね。あれもちょっと解除していきましょうかね。ここ入ったらいいかな。違う？違うか？いや、多分こっちで。そこやろ、学校。ここの、入り口。あれ？どこやろ？マークがないですけど。こっちか？あ、ここかな？あ、ちょっと待って。運河駅おるやん。ヘロー！見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。よっしゃー、運河駅を目覚ましたやったね。はい、来た！ここね。ということで、この辺を調べれば、きっと。お、何かある、これは。トレジャーボックスを発見した。銅のこけしを10個手に入れた。銀のこけしを4個手に入れた。金のこけしを手に入れた。やったね。そしてそこのウォッチロックも B やけんとりあえず解除しておこう。あ、アイテムがある。2つ？はい、ウォッチロック解除。こことかは入れん？入れんのか。お、大妖魔のアーク、人体模型を手に入れた。これ絶対人撃のやつやん。人撃が出てくるやつってことやろ。妖魔スケーターを手に入れた。何それ何それ。で、こういうところさ、なんかありそうじゃない？なんもないんかーい。なんもないんかーい。で、他が、商店街通りかな。はい。こっちにもワープします。はい、来たー。で、商店街通りのは、なんか、このトレジャー写真の、まだまだアプリ増えるんかな、もしかして。あ、これさっきのね、発見。あ、これ？これが、なんかこの商店街全体を表しとる、送って。でも、これは、あ、もしかして折り目がついてるこの真ん中の部分ってことかな？印がどこにあるかわからんなって思いよったんやけど。これはどこですかね。なんか左から2番目の、じゃ、とりあえず、どれだい？ドーナツ屋かな？どういう方向やった？ちょ、待って、もう一回。ドーナツ屋？あ、ドーナツ屋っぽいね。ちょ、待って、行こう。ドーナツ屋はこっちか。あ、こっちじゃない、こっち。ドーナツ屋。多分、ここ。反対。この辺に、え？ない。そして話しかけた。あ、待って。また来てくださいね。はい、どうも。え、ない。ないよえ、なくないっすか？どこですか？待って、大きさとかをちゃんと見よう。どこからだ？ちょっと待って。横の通りとかある？全然ない。わからないんだけど。でもなんか、
目の前の建物とかがちょっと個性的なんかな。16っぽく見えるね。その建物、どれですか？どれがそんな建物なのかが全くわかんねえ。でもなんか左から2番目。これかな？あ、あったー！トレジャーボックスを発見した。ガシャコインを10個で、おー、やったやん、10個。トレジャーハンターとしての称号がお宝コレクターになった。お、ランクアップした。やったね。ふぅ。何吠えてんの？ん？その箱？あら。どうも。ポンちゃん発見。何してるの？見つけたらバトルできるって思ってるの、コンタン。見え見え。これあげる。お？D ランクのプチコンを手に入れた。ありがとう。バトルではないんやね。なるほど。はい、そして、他のやつが、あ、そう、タプタプ池か。タプタプ池はどこにあるんやっけ？どう飛んでいったらいいんかな？もうこの時代はそれだけかな？たぶん。たぶん。じゃあ待ってね。タプタプ池。タプタプ池は桜木ヒルズ？なんかそんな感じの場所やったっけ？こっちじゃなくて。それはどこが一番近い？桜本町第一小学校。これさっきのところか。桜第二中学校。近いところないかな？じゃあまあとりあえず、間違えた。とりあえず、何？どうした？どうした？次は何？そのゴミ箱？ちょ、待って。あ、なんか動いてる。チャーリー！商店街、業界も集まってくるんやね。チャーリーを見つけた。君は戦うのかい？なんと！見つけられチャーリー！ではこれをあげますね。ありがとう、ドーナツ。なるほど。物をくれる子がいっぱいいるらしい。さあ、ということで次に行くのは、辰巳川畑。あ、そっか、北か。ってことは、まずちょっと、辰巳川畑北に飛ぼうか。桜本町第一小学校。はい、ワープします。これ北やったよね。はい、来たー。さあ、そして、違うって。チャリを出せ、チャリを。どの時代にもなんか、あ、もしかしてこれあれか？ケイスケじゃない？今年の夏こそは俺が一番でっかいカブトムシを捕まえるもんね。俺だって負けないぜ。なんてやったって今年は秘密兵器があるんだ。秘密兵器って何？何？すっごい生えてくる虫取り網とか？それは虫取り当日のお楽しみだぜ。へへ、カブトムシが大好きなあれだよ、あれ。蜂蜜か。どこの世界にもクマとカンチみたいなのがおるんやなって思ったらケイスケだったわ。そりゃあいるよね。桜木ヒルズ、あっちやね。ん？どうやって向かうんだこれ。あ、ここ渡っていけるってことか。オッケーオッケー。ということはだ。どっち方面？こっちか。行きまーす。あ、桜木ヒルズにやってきてすぐか、タプタプ池。はい、これで、どこの部分やった？もうこれそのまんま、あれの形よね。ってことやけん、このトレジャー写真から。あ、なるほど、そこの部分か。ということだ。方向的に、あ、こっちか。チャリ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 ー。この辺、よいしょ。この辺に探っていけばあるはず。あ、あった。トレジャーボックスを発見した。ガシャコインを5個手に入れた。やった！今回だけでガシャコイン15個ゲットしたやん。やったね。やったね。で、近くには、解放、これはあれか、S ランクの、やつやけん、まあ、できないと。あれ？天野家のやつって解放してなかった？してないってことか、もしや。あ、ここにもおる。ちょ、
待って、解放しに行ってこよう。で、なんか D ランクだか B ランクだかの、ウォッチロックもあるけん、それもちょっと解放。あー、こんなところに。え、解放してなかったんか。白や多い。白や多い。よし。んで、まぁ、あれか、各町に一個ずつぐらいは、雲外鏡はあるってことかな。で、あっちの、こっちの方って来たことないんじゃない？来たことある？どこから入るんや、これは。この辺か。あ、こっから入っての、あ、あれや、おじさんがカツアゲされよったとこや。あ、で、ここ三つ股マークがあったとこやんね。ってことは、どこだ？相変わらずカツアゲされてるのね。あー、危ない危ない。こんなところにも雲外鏡。はい、オッケー。これでワープできるようになって、で、そこが、D ランク、はい。今更ながら。はい、ウォッチロック解除。D ランクやけん、あんまいいものじゃないんやろうな。あ、でもガシャコイン2個やった。今日17個ゲット？いい感じやん。人んちの庭先。でもこっちからは入れんかったんか。なるほどね。そういうことね。ほい、ということ、あれは何？あ、妖怪ガシャか。お、ということはだよ。妖怪ガシャ引いてみます？今回、17個もゲットしたわけやけん。よし、行くか。大量にゲットしたガシャコインを、ちょっと引いていきたいと思います、私。どこ行った？こっちか。あ、そういえばコマさんのやつの時にあったね、ここ。それから来てなかったんや。よし、じゃあ引いていくぜ。じゃ、とりあえず、今日大量にゲットした普通のガシャコイン。あれを10個使っていこっか。10連、10連。うわ、25個もあるやん、やべえ。あ、そっか。今日の箇所4回？じゃあ4個までか。なるほど。じゃあ引きます。10連とかできんやないか。そう。末吉、中からセミコロンが飛び出してきた。これは普通にセミコロンが仲間になったってことかな。じじ、まだ生きてるみん。夏はまだこれからだみん。やったー、セミコロン友達妖怪。何気に持ってなかったと思うよね。何気に。いやけん、末吉でも私的には全然嬉しいよ。あとは、あのなんかお札みたいなやつが、その、友達妖怪になるやつってことか。なるほどね。よし、ガシャコイン。待って、他のやつは、これ4種類ともやっていこっか。ってことで、一つ星コイン回していこう。今、あれや。未来のウィスパーがおった。お、赤いよ、赤いよ。モンスターボールよ。大経験血玉。中吉なのに、さっきのセミコロンの方がちょっと嬉しいという私。私の基準的には。あ、これ一つ星コインで大吉出たら、これ一発で仲間になるやつや。てか、一つ星コイン仲間になる率高いね。へぇー。なんか吠えてるけど。よし、5つ星コイン行こう。ん？ 5 つ星コインと1つ星コイン、一緒じゃね？ 5 つ星コインの方が、大吉が出やすいとかそういうことかな。ほら、何一つ変わらんねえけど。お品書き変えろや。え？変えろや、お品書き。どういうこと？はい、5つ星コイン。お！お？これ大吉なんじゃない？え？大吉なのにプラチナのこけし。え、大吉、今、お品書きにプラチナのこけしとかあった？え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え？え、ちょっと待って。え、これと同じやったよね。あ、など？などに含まれとるってこと？うわ、詐欺。怖い。え、怖そういうことか。今のはなどが書いてなかったけん、すべてあれやね。くっそー、誰かしら仲間になると思って期待したよ、今。中吉、苦い漢方を手に入れた。くっ。今日のガシャ回数がなくなりました。本体時間の朝6時に再度回せるようになります。ということで、今回引いたガシャ的には、私的にはセミコロンが嬉しかった。けど、プラチナこけしは多分いいやろ。めちゃくちゃ高く売れるんじゃないかな。そして何気に可愛かった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもあれってさ、なんかこう、景品、などってなっとるやつは、などの部分は道具だけなんかな？それともあれ以外の妖怪も出てくるんかな？その辺ちょっと気になる。